お願いします。はい、回りました。というわけで何が始まりましたかと言いますと、このラジオはですね、役者俳優である保坂直樹さんと、私、音楽作家、構成作家、サッカーチーム、いろいろやってます。いろんなサッカー、神奈川拓司のこの2人でですね、Amazon プライム、プライムビデオから、毎週1作品を選び、その映画についてね、あだこうだ、まあ、解説考察みたいな、あとは自分の思いなどを入れて喋っていこうではないかなというようなプログラムになってますよというわけでして、ついにサッカーがメインに来ましたね。これまたサッカーサッカーサッカーでサッカーだったのが、そう、いろんなサッカーって言った、いろんなサッカー違うよ。まあそういうわけでね、先週はね、なんていうの、プレゼンバトルというかね、はい、あれなんていうの、プレビオバトルって、ね、なんか分からへんけど、まあお互いね、おすすめの作品を、紹介し合って、はい、プレゼンをして、した上でね、コメント欄にどっちが見たくなりましたかみたいなんで、こっち、うん、昨日じゃあ先週やったのが、保坂直樹、あなたですね。標準語の保坂直樹の方のおすすめが、はい、君の膵臓を食べたい、はい、そして関西弁神奈川拓司の方がシャッターアイランドというわけでね、うん、まあ、この2作品それぞれコメント書いて、よかった方に、グッドバンクをつけてくださいといったところでしたが、結果が出たんですか。結果がね、あの現時点でね、はい、現時点でなんですが、ちょっと待ってくださいね、現時点でですね、じゃあ見てこちらです。どうも、はい、君の膵臓を食べたくなった人はグッドマークって言うと、シャッターアイランドが見たくなった人はグッドマーク、これが、2対9でシャッターアイランドの勝ちというむちゃくちゃ惨敗してるやんそうでしょ。なんと11人もの人間にボタンを押さしたというね、成長ですね。僕らいやいや、課金もなかなか。なぜ動画全体のグッドマークは9やのにここで11人おるねんっていう話なんですね由々しき問題ですね、それ。やな、それ。そうでしょ。まあ、全員、この聞いてくれた9人は全員俺で、はい、そのまあ、くんくんの裏垢的なことで、くんくんが、うん、君の膵臓を食べたいに入れた可能性も出てくるね。そうですね。そしたら実質1じゃないですか。これが入れてたとしたら。1の人、マジで DM くれ。お礼するからだとしたら、まあね、そんな感じでね、まあ、今週から何のことかいなと思って聞き出す方もいらっしゃるかもしれないのでね、まあ、こう毎週こういうことをやってますよというわけなんですけども。そうなんですよ、やってるんですよ。近頃ね、なんか考察動画をよく見るわけ。ワンピースの考察動画とかね、うん、ナルトとか、うん、そんな中、あのほら中も元吉本オリエンタルラジオ中田さんがさ、はいはいはい、なんや、ハンターハンター6時間ぶち抜きみたいな、まあ2つに分かれてやけど、まあ、現場ではぶち抜きであったらしいんだけどそういう考察動画みたいな、あとはなんていうの、アルゴメトリーっていうチャンネルとかね、まあ大人気チャンネルやけど、その都市伝説系、まあ、それも解説やな、ほぼ、うん、そういうのをよく見てたりすんねんけど、はいはい、やっぱそういうああいうのを見てたら、うん、端的に、うん、でこうテロップとか映像も参考資料も出しながら、はいはいはい、10分とか15分ぐらいでピシャッと終わる、はいはい、真逆なんですけど僕らラジオだからね、だら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 考察チャンネルではないんですよ。僕はちゃんと題にして言いたいのは、僕は考察できないからさあれらしいね、三遊亭円楽、元の楽太郎さん、はいはいはい、と伊集院光さんの2人会が今度行われんねんけど、うん、落語のね、うん、それが今日は5月12日なんやけど、はい、チケット10秒で売れてんで、すげえ、10秒ソールドアウト。はあ、今あれですか、あのちゃんと予選みたいなところでやるんですかね。あ、それはね、どっかのホールでやるんちゃう。あれやし、三遊亭やしな。まあそういうことです。円楽一門っていうのは寄せ出えへんから。あ、そうなんですね。教会飛び出してるから、あの立川一門と一緒で。複雑ですね、そこもまた。あそら辺はね、落語界では常識ですけど、うん。なるほど。まあだからそんな感じでね、今日はちょっと伊集院光さん、リスペクトな感じでね、伊集院マナーで喋っていこうかなと思いますよ。
そうなの、大丈夫、俺わかるかな、それ。というわけでね、今週見た映画はこちら1です。あ、まあ、ザトウ1って言ったらいいかな、ね、はい、アルファベット1、はい、1、綾瀬はるか版1でございますね。はい、まあ、この映画ですけど、まあ、どんな内容かと言いますと、まあ、ザトウ1シリーズっていうのがありまして。ありますね、シリーズというか、まあ、シリーズ自体はほんま勝新の映画だけないけど、うんうん、まあ、勝新太郎さんがまあ初代というか最初にやって日本で大ブレイクして、うん、まあ、その後、まあ、いろんな人がやってんだけど、有名どころで言ったらビートたけしさん、まあ、北野武でね、うんうん、まあ、それに続く大物リメイクと言っていいかね、はいはい、原作の方ではまあ男性の全盲のあんまさんだよね、あれ、マッサージ師というか、はいはい、がまあこうなんていうか、当時の江戸時代なんかな、うん、あれ、うん、なんかヤクザ絡みのなんかになって、巻き込まれて盲目やけどすげえ強く剣豪で強いっていう話なんですけど、はい、まあ、今回綾瀬はるかというわけで、うん、これ何やんだ、ルビー、ルビー、ルビーさんやったっけ、いわゆるこう全盲で、はいはい、三味線というかね、うん、を弾いて、生活する人、まあ、あんまさんではなくなって、はい、マッサージ師ではない、うんうん、たところでね、ちょっとこう女性的な悲劇を用いた感じで綾瀬はるかがどう演じるのかみたいなところでございましたけども、はいはい、まあね、これちょっと書いてますわ、これは座頭丸なのか、うん、時代劇の言葉遣いはこれでいいのか、うん、インド料理を食べに行ったらカレー丸々が出てきた感じ、まあ、これはね、私かなんかが感じたことですけども、うん、あとね、まあ、もう一個あるとしたら、はい、いつおっぱい見せるんかなっていうところありましたね。そのやっぱり綾瀬はるかといったらおっぱいバレー、うん、だからエンディングね、少年におっぱい見せるチャンスはすごくあったと思うな、別れ際に。だからおっぱいバレーになっちゃうから、おっぱい出さへんのかいと、まあ、おっぱいバレーでもおっぱいバレーを見てへんからあれけど、きっと出してないんだろ、出さないでしょうね。だからもう綾瀬はるかはもうおっぱいを出さないよね、その出さないでしょうね、どんだけこの、うん、なんていうかね、引っ張るねんと落ちまで。だ、今回もおっぱいバレーに続き、まあ、どっちが先かよう分かりませんけども、おっぱい出なかったとネタバレですね、ネタバレでございます。それを楽しみてる人は見ない方がいいですね、見ない、まあ、最後まで見たら、まあ、ちょっと出てるかもしれないですけどね、出てない、格闘シーンとかでよく見たら、うん、コマ送りしたら一緒やな、 Amazon プライムの良さだなまあ、そんなわけでどうでしたか、あなた保坂くんは。これ、ね、やっぱね、これ途中で気づいたんですけど、うん、綾瀬はるかさんで、うん、大沢たかおさんじゃないですか。いや、そうなんですよ。で、時代劇もんや、うん、これあれだな、もうあれやあれやなってなってあっと思って、ここでそう共演したジンよね、うん、ジンコンビ再びって、これの方が早いんですけどね、1年前かな。あ、ほんじゃあれは1コンビやったんや。そうです、1コンビですね、ジンコンビじゃないんです。あれ、くんくんってジン出てへんもんって。僕出てます、ワンに。うわ、出ちゃった、出ちゃった。初めてジンが初めてテレビで僕がアップを撮ってもらったドラマなんですよ、うん、はい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 、そう、だからそういう意味ではジンには思い入れがめちゃめちゃあるんですけど、うん、それをこの2人のこともまあ知ってるというか。そうですね、ご、まあ、一緒一応広い意味ではというか共演したことがあると。そうですね、どうでしたか、まあ、ジンやなと思う、まあ、ちょっとまあ一個だけ僕から言わせてもらうと、うん、そのむちゃくちゃおもろなかったんやけど、どうなんですか。言いましたねもういいかって感じ、あれですけど、うん、盾のシーン、やっぱ実は統一といえばこう盾ね、そうな、ね、うん、チャンバラシーンという、うん、楽しみに見たんですけど、はい、まあ多くを求めるのはあれだとしても、やっぱ少ないなって思いました、うん、盾のシーンが。ね、あとこうハイスピードっていう撮り方をしてるんですけど、うん、要は盾のシーン、要はストップモーションというか、うん、要はスローに見える撮り方をして、うん、ハイスピードカメラってやつ、はい、うん、それで迫力を出してるというか、要は早く見えるような見せ方をしてるんですけど、うんうん、まず綾瀬さんもこれがアクション初めて、今でこそね、アクション女優として
すごい活躍なされてる部分あるんですけど、なんか今もなんか奥様はなんか暗殺者みたいな映画とか言ってた、ね、そうそうそう、島さんとかと、うん、ああいうだからすごい今アクションすごい上手くなってるんで、これがなんかきっかけなのかなっていう感じは、本当に初期の頃のアクションを始めた頃の綾瀬さんっていう部分で、うん、まあ、もちろんアクションって難しいんで、うん、まあ、撮り方とかもすごく工夫されてるんだなと思いましたけど、だからもっと僕はアクション見たかったですね、やっぱりね。まあ、座頭市といえばな、うん、あ、どうしてもね、勝新さん、まあ、たけしさんもそうですし、勝新さんのやっぱ座頭市がやっぱりね、うん、ものすごい迫力というか、もう威圧感というか、うん、もう切る前のそのまあね、間合いとか佇まいでもかっこいいじゃないですか、勝新太郎はやっぱり。そうね、やっぱだから座頭市ってそういう意味では誰がやるかっていうのが如実に出ちゃう作品でもあるもんな。だってもうめちゃくちゃベタな時代劇です基本的には、はい、むちゃくちゃ強いわけですから、うん、そこなんで強いかもわからんまま強いやん。そうなんです、強くて当たり前みたいなところだから正直そこはちょっと物足りなかったですけどね。だからいや、いいあのテーマでもありましたけど、時代劇として見たときに、まあ時代劇好きな人には、うん、まあ、特に ね、昨今ちょっとこう時代劇ブームというか、うん、よくあるやんか、まあ、例えばルローニケンシンをそこに入れたらどうか怪しいけど、うん、まあ、それに限らず、うん、こうそうなんですよ、かわいすぎるんですよね、うん、なんかあとさ、なんかまあその設定のこととか言い出すとあれやけどさ、うん、あの中村指導グループ、あの いわゆるこう悪い人ら、満足というかね、その町を牛耳ってる悪いやつらですよ、うん、悪すぎひん、悪いですね、その理由なくむっちゃ悪いやん、はい、で普通悪かったらさ、あ、まあ、ざっくり内容というか、あの対立構造だけ言ったら、はい、そのある村には、窪塚洋介と、はい、江本明さん、はい、率いる、白川組やったかなっていうヤクザが、まあ、仕切ってると。これヤクザっていうのも、まあ、何週間前に僕が説明したようなヤクザじゃなくて当時のヤクザなんで、こう、なんていうかね、はいはい、町の保安官に近いような感じだな、はい、まあ、もちろん違法っぽいこともやってるけどね、賭博もやってるから、あの飛ばし切ったりね、うん、やってるんだけど、まあ、ある程度その自警団としても成立してるような経済のドンでもあるみたいな、はい、ヤクザが仕切ってるんやけど、そこに半グレ軍団、中村指導を率いる、うん、半グレ軍団が、中村指導竹内力組やね、はいはいはい、がこうゆすったり大暴れして、そのヤクザを恐喝してるような状態なんやけど、そいつらが悪すぎる。そのヤクザゆすって飛ば荒らしたりさ、うん、むちゃくちゃする割にはこう洞窟に住んでたりとかさ、はいはいはい、わけでなんか服装とかもいわゆる時代劇本ではない格好してるやん、はいはい、あれがそう、どういう風にこう時代劇として見たときはまあきついやんか、うんうんうん、そしたらこう、俺竹内力さんは仕事何回も一緒にしたことあんねんけど、はいはいはい、竹内力さん、中村指導さん組はやっぱこう、はい、顎、うん、顎が発達してるやん、二人とも顎が発達している、はい、はい、のおしゃくれになられてる、いや、それはそういう意味では綾瀬はるかさんも発達、そうよね、おしゃくれになられてる、おしゃくれになられてる、どこに手に持ってんすか。でも大沢たかお、窪塚さん、江本さんはおしゃくれになられてないから、なられてないですね、うんうん、それなんか窪塚さんなんか片目どつかれたぐらい腫れてたけど、どつかれたんかなあれ。そうっすか、うん、そう気づかなかったら腫れてました。いや、まあまあそういう構造なんやけど、とにかく悪いやん、はい、その意味なく悪くなる、うん、でヤクザがすごい可愛く見えるんですよね。そうやね、ヤクザがなんか警察みたいな感じやった、うんうん、善良な市民でしたね、うん、だからそこも多分違和感持ち出したらもうしょうがないんやけど、はいはい、でね、最後決闘のシーンとかなったらもう窪塚さん、まあ、さっきの、まあ、ここにも書いてある言葉遣い問題というかあるんやけど、はい、窪塚さん含め誰もさ、
うん、ほとんど時代劇の言葉遣いで喋らんやん。そうですね、この作品特にそうでしたね、うん、でもわざとそうやってますっていうほどポップな内容でもないし、題材としては厳しいやん、それ。そうですね。で、おそらく、大沢たかおが生まれ育ったところは、うん、まあ、パッと調べたんやけど福島県っぽいねんな、あの藩が。へー、はいはいはい。で、まあ、雪も降ってるから、おそらく東北の話。うん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 。でもまあ東北弁っぽい人出てきた、まあ東北弁じゃなくてもええねんけど、うんうん、まあ少なくともモブは、うん、早くの人は東北弁でもよくないみたいな、うんうん、回想シーン含め、はいはいはい。で、窪塚さんも超現代語やん。はい、いや、窪塚さんでしたね。はい、途中ね、あの綾瀬はるかがこう三味線を弾いて窪塚組を盛り上げるシーンがあるんだけど、宴会で、はいはい、その時こう窪塚さんが手拍子してこう組員が全員盛り上がるんだけど、はい、よー聞いたら後ろでヨーヨーって言ってるやつをね。おいおいおい、誰だ誰だ、それはないぞ。マジマンジラインやろ、そんな。あれはだから、あの僕らのイメージですと、あの YO のヨーじゃないですか、ラップの、うん、そうやな。でもまあだから小時代劇だから陰とヨーのヨーの方ですよ。明るい、明るいってこと。明るい、だから明るい曲やろうぜっつって。そう、それだよそれだよ、ヨウヨウってことですよ。いう時代劇です。だからあの最後ね、決闘のシーンなんか、なんていうの、 IWGP とか見てるみたいな感じだと思う。そう、いや、そうです。ポップでいいじゃないですか。やっちゃうよやっちゃうよみたいな感じ。だからあのシャー言うてたもん、北野武志版ザトウイジでタップダンスが出てくるような。いや、でもさ、そのこれね、ちょっと俺の方に戻すけど、1個目、この映画はザトウ丸なのかっていうとこね、うん、これね、昔ね、北のファンクラブっていうね、番組があって、はいはいはい、昔ね、まあ、YouTube でも転がってますわ、まあ、違法に見るのはお勧めしませんが、うん、その中で、あのたけしさんと勝新さんと、うん、中村勘三郎さん、うんうん、お亡くなりになられた、はい、で、3人で飲んだことがあったらしくて。当時たけしさんが30代40代ぐらいかな、うん、で勝さんがあのザトウイチたけしが継げと、おお、確かも映画撮り出してるぐらいの時やったのかな、うん、でたけしザトウイチやってええでっていう話になって、おお、じゃあ勘三郎さん、当時の勘九郎さんから、うん、が、え、僕もやりたいって言って、もうじゃあお前もやれやってなって、はい、で勘九郎がやるのはザトウ2ね、でたけしさんはたけしがやるのはザトウ3なみたいな、こうそういうシャレを言うてたらしい、うん、1,2,3で、はいはい、まあ、そういう意味ではこのアップデート版という感じ、うん、はい、で言ったら、まあ、今回の綾瀬はるか版は、まあ、ちょっと重量感とか雰囲気も込みやけど、うん、ザトウ 0.1 やなと思って、低い方ですね。いない軽い感じやん、うん、そうですね、軽いですね。そういうね、あの話があるようにたけしさんとかさんの中でそれがあって、たけしさんのたけし解釈をするというか、うんうん、クラシックとか古典をやるような感じで、うん、だからたけし解釈をするにはそのたけしさんのベースにあるそのタップダンスとか、まあ、ギャグの部分とかをしっかり、しかもたけし版は金髪やし、うんうん、だからもっとありえへんねんけど、はい、なんやけどその芯の部分は勝新町リスペクトでいくやんか。そうなんですよ、あれがかっこいいんです。でだから盾とかもあの俺が見てもこうまいかどうかって素人やから分からんけど、でもすごい迫力があるなって感じやって、はいはいはい、あとなんか表情というか、うん、まあ、それもまあビートたけしのなんていうかパーソナリティみたいなところを知ってたりするから余計にこう重みを感じるというか、もともと勝新が、座頭市で売れた時も勝新はすでに売れてる状態って売れてる状態から、はい、だからそういう意味での重みがないからちょっと座頭 0.1 なんじゃないかなと思って。なるほど、 みんな軽いし言葉遣い、そうですね、うん、まあ、狙いではとは思うんですけどね、ポップにやるっていうのは、うん、ポップにやるやったらもっと現代解釈しても面白かったような気はするんだけどな。そうですね、うん、確かに。あと例えば、まあ、ちょっとこちら
見ていただきたいんだけども、うん、このこんな風に進んでいってるわけ、はい、ね、勝慎太郎、ビートたけし、綾瀬はるかと、うん、で勝さんもこの顔ですよ。すごいな、このポスタービジュアル。テレビシリーズのやつですね。うん、かっこいい、まあ、深夜、しかも深夜、うん、まあ、でもまあこれよ、うんうん、たけしさんはこれよ、はいはいはい、ね、綾瀬はるかも、まあ、この写真もええねんけど、うん、まあ、何が言いたいかって言ったら、綾瀬はるかはまあ別品女優として有名やん、はい、だから目つぶったままでは演技させられへんねやな、きっと、うん、勝新ビートたけしはさ、基本的には目つぶってやるやん、全部、はい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 、綾瀬はるかは目開けとかなあかんやん。でも、うん、この綾瀬はるか版ザトイチ、うん、に出てくる全盲の人で目閉じてる人の方が多いやんか。だから違和感がめっちゃあるね。なんで目が開いてんねんってなるよね。うん、それで全員開けとかなおかしいやん。うん、そうなんですよ。でもそれはあの別品で綾瀬はるかがやってますよっていうことをするためには目開けとかなあかんねんけど。ああ、なるほどね、うん、だからその辺なんていう、まあテレビ局と、うん、あの制作会社っていうか、あの関連会社みたいなのだったら、まあ、大体テレビ局とか、ホリプロとか入ってんねんけど、一個電通グループって書いてあって、おあの電通グループってあのテレ今メモに書いてもらったら分かるんやけど、はい、書いたらさ、はい、ほぼ電気グループに見えるけど、だからいつ、うん、あのピエールだけ出てくるんかなと思って、出てきてもおかしないや、出てきそう、キャスティング出てきそう、ピエールだけ出てこうへんな思ってた、うん、電気グループじゃないんだもん、だって電気グループなんかなと思ったら、曲なんか電気グループですか、なんか外人の人やつ、なんかこれ日本と台湾の合作かなんかっぽいね。え、そうですか、これ合作っていうわけではないかな、なんとなくさっきウィキペディアで見ただけなんやけど、うん、公開がや、ごめんごめん、うん、公開が、台湾と日本。あ、そうなんですね、はいはい、うん、ということはひょっとしたら、うん、台湾でロケとかもしたんかな、なんか結構広大な、はい、しかも渦政じゃない感じやったやん、うん、だって渦政、まあ、こんなんあれ言ったらあれけどさ、渦政使ってるシーンってさ基本的に空映さんやんか。え、そうなんですか。だってバレるやん、普通の京都のやつ。ああ、はいはいはい。なんか抜けのある、うん、山の感じって、まあ合成とかなんかかもしれんけど。失礼。うん。だからそういう映画セットなのかどうなのかちょっと分からへんかったけど、ひょっとしたらその台湾とかにそういう土地があって、向こうやったら安くで作れたりとかするんかななんて思いましたけど。どうですかね。当時13年前かもう行ってたのかな、今多いですけどね台湾ロケ、うん、まあ、日本でやったら大変やろ、顔さすし。そうですね、確かに。あとはでもあの良かった点といったら、あの大沢たかおのあのヘタレっぷりがええ感じだったね。はい、それはねすごい俺もあるんですよ、格言、格言じゃない、はい、うん、大沢たかおさん論じゃないけど、うん、大沢たかおさんのすごい俺好きなんですけど、うん、いいところって、うん、あの表情がすごいこう一般的に分かりやすいと思ってて、はいはいはい、あの芝居する上であのやっぱりみんなが最初こうぶち当たる壁って、うん、やっぱこう悲しい時とか嬉しい時ってそういうじゃあ表情を見せたい時に、うん、本人はこう悲しい思いをしてね役作りをしたりするんですけど、それが意外とやっぱ人によって違うから、感情が、うん、悲しく見えなかったりするじゃないですか、はいはいはい、最初はね、そこをやっぱりすり合わせていくっていう作業があるんですけど、大沢さんの多分顔の作りが、うん、とてもあの分かりやすく見えるんです、はいはいはい、だからヘタレの時のあのヘラヘラしてる感じとか、うん、ビビっちゃってる感じとかも、うん、すごい表情の作り方がとても上手だな、うんうん、だからすごい役として見やすいんですよね、大沢さんのお芝居って、うんうんうん、モデルさん出身っていうのもあるかもしれない、そこがすごい上手だなと思っていて、うん、だから絵になるんですよ、大沢さんって。やっぱり 絵力があるというか、それを見ててねとても
やっぱり好きだなと思ったとこなんですよね。だからあれやな、広瀬香美と結婚してるときはもううるさかったやろな、家の中で表情と歌が。歌、家で歌うか分かんないですけどね。いや、まあ YouTube 見る限り歌ってんじゃん。歌ってるでしょうね、ピアノワンガンで叩いてるでしょうね。と表情分かりやすい大阪子がおったよ、うん、それは離婚しますよ。いや、いい、逆にいいんじゃないの。すごい喜んでくれたりするわけだから、感情が分かりやすくて、何考えてんのって絶対なんないですもん。今楽しいの、今なんか怒ってんのって分かりやすいわけでしょ。いいじゃない、その方が。まあそこで、まあ、まあ戻りますと、はいはいはい、まあ俺の最終章ね、インド料理を食べに行ったらカレー〇〇が出てきた感じとなってますが、あの、俺インド料理屋さんによく行くわけ、うん、好きやねん。というか俺カレーライス嫌いねんけど、なんで食べるやつは好きやねん。あ、それはだからライスが嫌いってこと。なんかせっかく炊いた米がびちゃびちゃになるのが嫌。いる、そういう人。いる。だから丼も卵かけご飯とかも、もう納豆とかも上にのせへんしみたいなタイプだけど。ああ、はいはいはい。まあ、その分でもカレーは好きやから、味は。うん。やったら本格的な、日本にある大阪とか東京やったら何もでもあるやん。はいはい。だからあれ本格的な感じやん、ザトウイチって。はい。さあ、盾を見ましょうとか。はい。うん、さあザトウイチを見るぞっていう感じやけど、うん、インド料理屋さんでさあカレー食べようと思ったら、こうなんてカレーせんべい出てきたみたいな。あ、せんべいだった、うん、なんかちゃうねんけどっていう感じ。え、うん、これはこれでええねんけど、そうやってインド料理屋で出すなやって思うねんな。はいはい。だからザトウイチでやんなって。何でもいいんでしょ、ドライカレーでもスープカレーでもいいじゃん。いや、それやったらまだほら、インド料理屋が作るみたいな感じになるよ。あ、だ要はこう、なんていうの、リアレンジ感ある。はいはい。もう、だってもうそれはもうお菓子やん。それはもう、美味しいお菓子やから、うん、インド料理屋で頼むな、出すな。はいはいはい。かといって、インド料理屋に出てくるなんかの、小麦粉を焼いただけのなんか、パスパスのわけわからんやつも全然美味しないねんけどな。好みでしょ、それ。いや、もう、カレー味の何かを出すな。インド料理屋でってなる。とってもそれ分かります、ね、うん、確かに、うん、もうちょっとね、やっぱ俺たけしさんのやつが一番言うて見てるやん、世代的に。はいはいはい、そうですね、うん、あれが好きやからさ、たけし座頭一が、うんうん、しかもその北のファンクラブで言ってた時から20年ぐらい経ってできたからさ、座頭一が。うわー、すごいな。だから、はい、その虎視眈々と狙ってたというか、はい、あっためてたというかね。はいはいはい。まあ、プレッシャーがね、あるでしょうからね。勝新さんのイメージがある、ザトウイチをやるっていうの。勝新の時のライバルは三船やろ。はい。で、たけしさんの時のは浅野忠信。そうなんですか。ああ、そうかそうかそうか、うん。はいはいはい。で、どっちも浪人というか、雇われ、見客って感じか。うん、うん、うん。今回はな、大ボスが中村指導で、うん、で顔がなんかでもほぼ獅子王誠みたいな設定やん。うん、はいはい。で、な、あのもう一個本番あれないけど、うん、むっちゃ強いや、中村指導。強いですね。そのまともな綾瀬はるか位置では勝てへん。はいはい。でも最後、大沢たかおはあるトラウマがあって刀を抜くことができへんねんけど、基本的には超強いやんか、うん、で相打ちっぽくなって、はい、で大沢たかおは息絶えんねんけど、うん、俺はあいつを倒したかって言って、綾瀬はるか嘘ついて、相手は死にましたって言って、うん、で中村獅童が立ち上がって、その前に大沢たかおは死んで、はい、中村獅童立ち上がります。で一が敵を打ちます。はいはい、とどめさすね、うん、だから位置強なってないんやな。そうですね、普通こういうのさ克服するやん、こう強なって。うんうんうん、実力さあるまま勝ってんねんな、その負けてるまま。うん、確かに。そこもなんか全然グッとこうへんのよな、うん、いや大沢さんがやっぱこトラウマ克服して、うん、やっぱ本当に強かったんだってなるかと思ったら、そうやね、それやったら指導は立ち上がらん方がええやん。はいはいはい。でね、一が剣を捨てて、うん、ちゃんとしたこう女性として生きづらい世の中だけど、うん、剣を捨てて一人の女性として二人で暮らしていくみたいなね、うん、のもありっちゃありなわけで、
で、なんか薬を発明して、はい。で現代で病気の人を治して、そして、補佐のアップで終わるっていうのが、まあ、いや、最高、俺、誰ってなるよ。誰こいつってなって。売れたな、補佐直樹。そこのさ、なんか辻褄合わへんというか、その、わざとこんなにつま、なんていうの、うん、あのすっきりせえへん作りにしてるわけはないやん。でも打倒一やねんから、うん、だからそこのね不思議感、うん、まあそういうなんていうん、うん、もともとあの勝新がやってたのとかもそうやけど、うん、インディーズに近いようなノリやん。まあ言ったら、うんうん、ワンマンでやってるやん、うんうん、勝新版は勝新のワンマンやん当然、はい、で、北野武史版はまあ監督でもあるから、はいはい、まあ、タケさんのワンマンというかタケさんの意向がだいぶ強い、はい、今回はそういう色がないから、逆にそのなんていうの、背広組、はい、スーツの人たちの意向が働きすぎて背広組ね、うん、なんかちょっといや厳しいなって感じだったな、うん、惜しかったですね、なんかね、うん、まあ職業柄言わせてもらうと音楽がちょっと きつかった。ああ、これあの、あ、なるほど、曲は良かったね、いいというか、それ当然、はいはい、うん、なんやけど、うん、最後の方のシーンかな、それ以外は別に大丈夫やったけど、はい、あの、まあポップスが流れ始めたりとか、はいはいはい、あれ劇中やで、あのエンドロールじゃなくて、うんうん、でその、ポップスがの曲の中にはドラムがしっかり入ってんねんな。おう、ほいほいほい。でこれあの音楽家、劇中音楽とかやってる人やったらもう非常に分かりやすいんだけど、はい、基本的に劇中にドラムって入れへんねんか、うん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 、なんでかって言ったらドラムの、使ってる周波数とかも含めてないけど、まずセリフの邪魔になるんだな、人の声と近いところがようなるから。おお、はい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 。でかつこの叩かれてたら、うん、このシーンにテンポが出てまうやん、うん、だから格闘シーンとか、うんうん、この何かを思考するシーン、例えばなんか推理するときとか、はい、そういうときには必要や、必要っていうかあった方が良かったりもする、うん、テンポが出るかね、うんうん、でもそうじゃないときは絶対にドラムって邪魔やね、とにかく、うんうんうん、なるほどね、うん、だから、はい、そのさっき言ったようなその縦のシーンとかなんか物事が展開するシーン以外の時にドラムががっつり入ってる曲使われてて、うん、ものすごい気持ち悪かったよ俺から見てた、うんうんうん、なんでなんやろうみたいな。確かにね、だからあの久石譲さんのアルバムとか聞いた、あの買ったりしたら分かるけど、原曲と劇中版って全然違ったですね。ああ、全然違うっていうのは基本的にはリズム帯を抜いて、はい、音数を減らしてんねん劇中は。うん、で減らした、まあ、例えば、ギターの音を抜いたりするんだけど、うん、ギターとかドラムとかね、そういう人の声に近いところで抜くの、はいはいはい、そこ抜いたら逆にセリフが聞きやすくなったりする。まあ言ったらギターとかがその代わりにセリフが入るわけだから。なるほど、はいはい、うん、おお、だからそこかな、ちょっとどうもな、大丈夫ですかって感じだった。なるほどね、うん、それは難しいですね、確かに。これでも気になると思うで、こう俺がこれ言ってから見たらめっちゃ気になると思う。うん、いや、まあ、高揚感のあるシーンやったら全然いいやけど、ね、うん、確かに、あ、その観点面白いですね、僕には分かんないところだ、うん、はいはい。あ、でも言葉遣いどうかね。まあでも逆に言ったらこれ座頭市という時代劇もんじゃないと思ってみたら、そうですね、うん、あれがあったわ、その役者さんの実力差って言ったらいいかな、うん、味の濃さみたいな、はい、が如実に出ちゃってる感じはしたけど、ね、うん、やっぱ有名どころ味濃いのばっか出してるやん。ほんでまた濃かったですね、敵は特に股間が強かったですねやっぱな、竹内力はな、笑ってまうねんて、うん、やっぱここやっぱ竹内さんのアップに来るんだろうなってところでちゃんと来ますもんね。でちゃんとあの顔してるよ、うん、
そう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 、うん、これあんまりな、こういう公共のところでこう裏側見せたらあれやけど、竹内さん、手洗うとき、なんていうの、紙みたいになってるさ、はい、石鹸あんねんか。紙みたいになってるさ。それで尖った石鹸みたいな。わかる、うん、うんうん。鼻の油取り紙みたいな形の石鹸があるね。1枚ずつ取れる。ほう、あれでものすごくきれいに手洗うから。その後握手とかお客さんとしたりする可能性あるから。うん、すごい。めちゃくちゃ音だよ。めっちゃいい人ってみんないますもん。怖いは怖いで、その 見た目的には、ね、そうでしょうね。本番中はずっとあの顔してるもん。もうずっとこう顔してる。プロですよね。ね、リキさんは。リキプロっていう会社作ってる。中村獅童もあれやろな、だって言ったら歌舞伎の人やん、うん、言っちゃえばさ、はい、それにしてはこうオーバー現代演技やってんか、うん、ね、まあ最近よく言われるのは映画ジョーカー、うん、で、ジョーカー笑うやん、はいはい、ジョーカー笑うのはでも病気やんか、うん、っていうのであれで悪役が笑う理由を初めて説明したって言われてるね、ジョーカーっていうのは。昔からさ、悪いやつだって登場したら笑ってるやん、ハッ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 って、うん、はいはいはい、でこの中村獅童組も出てきて何か言ったらワッハッハッって笑うやん、はいはい、でもあの笑う理由っていうのは今までジョーカー以前はほぼ説明されたことなかったやん、なぜ笑うかを、うん、はい、で今回も説明が全くないわけ、だって あの中村獅童組が例えば貧乏の子出身であるとか、はいはい、逆にエリートからの落ちぶれた人ら出身であるとか、はいはいはい、あとこう精神的に何かこう疾患とか病があるとか、うんうん、で笑う理由がないよな、うん、描かれてないですね、うんうん、でその上で中村氏のむっちゃ笑うやん、セリフごとに、うん、で中村獅童はエリートから落ちぶれた上で、顔がなんかもうこう焼けてもて、はいはい、片目も見えへんような状態、うんうん、むしろお前の方が座頭市っぽくないかって思うんだ、だからまあ市にお前は俺と似ているって言うんでしょうね、で そ, うでそこでもうこっついでようわからんのがさ、その綾瀬はるかの育ての親みたいな人が、はい、まあ、全盲の男性なんやけど、はいはいはい、その人がその三味線弾きのところに預けに行くみたいな、うん、幼き位置をね、はい、ね、つむってましたね、うん、そのおっさんさ、はどう見たって座頭市ってか勝新やん、あれ勝新オマージュでしたね、あれ杉本哲太さんがやってるのエンドロールで、そうなん、はい、と思って、いやそのはい、おいや続か座頭市っていう話なんてならへん、そのそのそうです、ね、ボルトとかさ、うん、筋肉万太郎とか、筋肉万太郎とか、うん、あるやん、その緑の巻き場王の太陽の巻き場王みたいな、うんうん、そういう話になってんのみたいなそうかもしれないですけどね、うん、そこそうや、それでいきますみたいな、うん、まあ、その辺も含めてもう、まあ、くんくんの評価は知らんけど、うん、俺多分ね今まで見た中で、はい、3本の指に入るぐらいおもろなかった言い切りましたね言い切りましたね、見事って思った、うん、確かにね、それはまあ否定しないですけどね、この映画を作るなら国民に10円ずつ配った方が絶対ええわ、一律給付振り込みの方が高いよ手数料の方が高いです、そうですね、まあまあ、あの、はい、面白い考察ができました、くんくんはね、あんまり何も言わん方がええわまあそんなわけで、まあこの映画を見てね、はい、面白かった、いや、じゃあな、この映画を見て、いや僕も私もこの綾瀬はるか版の位置はいまいちでしたわっていう人は、ぜひこの動画に、高評価をつけてください、OK、
コメントでね、なんか、いや、でもここ面白かったですよとかいうのもね、全然。あ、そうよね。欲しいですしね。うん、ぜひ見た方は感想とか書いてくれても嬉しいです。ね、というわけでして。ね。はい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 。まあ、今週の映画のニュースというわけでございます。すっきり次のコーナーに行きますね。ね、ありがとうございます。今週はね、まあ、くんくんがいっぱいくれたので、まあ、一個ずつ行きましょうかね。はいはい、まず一つ目はこちら、トム・クルーズスタッフへのブチギレ音声流出にコメントというわけで、ね、映画ミッションインポッシブル第7弾の撮影現場で、新型コロナウイルス感染防止対策を破ったスタッフに対して、ブチギレるトム・クルーズがついに口を開いたと、はい、どうやらねそのこう言ったらしいんですよ、うん、しかもこれかっこいいね、ソーシャルディスタンスを守らずにモニターチェックしていたスタッフ2名に対して、はい、僕らのためにハリウッドで映画を作っている人がいるんだ。みんな僕らを信じてる。僕は毎晩スタジオや保険会社、プロデューサーに電話している。僕たちは何千もの人たちの仕事を生み出してるんだ、この野郎。と F ワードを交えて激怒と。で、二度と見たくない。次やったらクビだみたいなことを言ったんやけど、っていうのが流出しましたよというのに対して、はい、トム・クルーズが、その通りでございますと。うん、ね、ただあの、まあ、クルー全員スタッフ全員がそうやったわけじゃないと、うんうん、で、まあ、これでちょっと、まあ、呼び出して、注意したんやけど、まあ、それがどっからか誰か録音しとったんか知らんけど、うん、で漏れちゃったけど、まあ、そうしてそういうことがあって二度と撮影中止になるようなことはなかったと、うん、で僕たちはこの映画を続けることができたと、はいはい、でブチギレ音声の中でもトムは業界がシャットダウンしていることで家を失った人たちにも伝えろ、彼らは食事も取れないし学費も払えない、僕は毎晩そういった事実やこの業界の未来と向き合ってるんだ、この映画だけは絶対に中断させない、うん、あとで、この騒動直後にも似たようなザ・サンは当時、まあ、これあれね、あのこれを、スクープした新聞紙かな、直後にも似たようなことがあり、5人のクルーが辞めたと報じていたというわけなんですけどね、はいはい、やっぱりね、トム・クルーズといえばあの新興宗教にどっぷりハマっている面白いおじさんというイメージだけど、俺そうなんだねそうなんだ、笑てまうっていうで同じね。いや、トムはやっぱこれ僕が自分の去年、うん、映画の撮影に行ってる時に、うん、ちょうどこの話題が出て、はい、でスタッフさん、僕らもあのすごい感染対策とかしながらの撮影だったんで、うん、マスクをこう二重にしたりしてたんですよね。あ、みんな、はい、一人二重とか二つというか、そうそう、それで、うん、それも、まあ、トム・クルーズがアメリカではこういうふうにやってるんだよっていうのを立って、あ、そうですね、それみんなでやりましょうみたいな話になったんですけど、うん、やっぱプロデューサーなんですよね、トム・クルーズ。自分でお金を集めて、うん、一番責任を全部背負ってるって立場で、うん、それを言ったっていうのは、うん、まあ、やっぱりその覚悟というかね、うん、思い入れが違うじゃないですか。はいはいはい。そうだから誰かが声を上げるってことは大事だなと思って、いや、すごいな、ぶち切れたんだなって、話題に、日本でもね、みんな、これは話題にしてたなと思って、うんうん。まあね、サイエントロジーというね、新興宗教の中で、あのなんていう、芸能部代表みたいな。それはいいんですよ、別に。いや、ただここが、俺、ここの、まあ、日本にもあんまり、来てないような宗教団体だから、うん、あんま知らんちゃ知らんねんけど、知らなかったですね、はい、ね、ザ・ボーイズっていうアマプラのアメリカのヒーローモンドドラマには出てくるんだけど、これをパロディしたような話が、はい、はい、なんていうかね、オーガニック思考でもあるわけ、はいはい、自然思考って言ったんやから、うんうん、で、その自己啓発系、まあ、いわゆる宗教というよりも。はいはい。だからまあ、で、その人前でそういう話をすることも多いやろから、うん、トム・クルーズはトム・クルーズで本気で思ってるんやと思うで。思ってるし、その行動としてはナチュラルなんやと思う。うん。だからその辺を、その、もちろんね、あの宗教の自由とかございますので、全然そこを、あれ、言うつもりはないんやけど、そこも踏まえてみたら、まあ、ちょっと面白いな。なるほどね。そういう見方したんですね。観点違うんだよな。トム・クルーズって今、そういう面白の人じゃないの？面白の人じゃないですよ。アクション俳優ですよ、世界の。だって、
あの人その宗教団体のせいでいろんな国で受賞を逃しまくってるからな。あ、やっぱあるんですねそういうのはね。なんかあんまり評判良くないというか、はい、まあ、日本で言ったらさ、あの清水文香、はいはいはい、さん、はい、がまあなんだかんだみたいなのあるやん。うん、まあ、あんなノリやから言ったら宗教問題、はいはいはい、うん、今は千元なんとかさん、千元よしこですね、千元さん、うん、みたいな感じで見られるからね。僕お会いしたことありますけど、千元さんになってから、はいはいはい、あの普通の子ですよ。まあな、いい子ですよ。やっぱね、お芝居大好きなんですよ清水さん、うん、で未だにあのこれ自己紹介の時にあの清水文香、あ、千元よしこです。あ、じゃあ清水文香ですって言って、うん、で、あの今は千元よしこっていう名前でやってますけど、あの好きな方で呼んでくださいみたいな、はいはい、ちょっとこうファジーな感じ、明るく、うん、でお芝居っていうことに対してやっぱりちゃんとあのすごい一生懸命やる方だし、俺昔さ嫌な気はしない、北海道出身の社長がおって芸能プロダクションの、はい、でちょっと曲をお願いしたいって言って、はい、取っ払いで結構な額やって、うんうん、俺が普段受け負ってる額の2倍3倍ぐらいの額で、すごいですね。でこういう人が歌いますってちゃんともらうんだけど、うん、それにしては知らん人やってんの、はいはい、で、まあ、その北海道の社長も俺あんまり信用してなかったから、はい、まあこれでバレるっていうかさ、うん、あの実現せえへんオクラになることもあるからもうどうでもええわと思って、うん、作らんかって、作んなかったの、うん、はい、あの、のらりくらり断ってて、うん、ギャラももらえないじゃないですか。うん、まあまあその時は食えてたからさ、おう、まあ別に無理してそんなようわからん話乗らんとこと思って、はいはいはい、リスクマネジメントですね、うん、そしてその2ヶ月後ぐらいにさ、その人尖閣諸島に勝手に乗り込んで、うん、歌う人な、はい、歌う予定やった人、はい、でその1ヶ月後ぐらいにあの、うん、幸福実現党から出馬してたわ、うん、やべえ話繋がってるけどなんか作らんでよかったと思って、もう回避しましたねよかったよかった。作ったとしても別に神奈川さんがなんか叩かれる言われはないですけどね。ないけど、まあ多分ちょっとそんな目では見られるで、そら。まあそこの団体さんの映画って定期的に作られてますけどね、うん、あの、まあ、好きなんやろあの人。スタッフの子にあの参加した子に聞いた話なんですけど、うん、あのめちゃめちゃギャラいいんですそうやねほんまに、はい、なんかその信者さんとかがその買ったり見に行ったりするから経済回るんだよね。ランキング入りますからね、うん、あの週間興行収入ランキングとかに、うん、5位とかに入るんですよ毎回。すごいなと。まあそんな中、うん、また新たなニュースでございます。こちら、ターミネーター4の撮影中にブチ切れたクリスチャン・ベイルの音声テープが流出、ね、これだから新しいというか2009年の、ね、2009年ですねターミネーター4の撮影現場でクリスチャン・ベイルがスタッフにブチ切れた、うん、そしてその、テープを入手しネットで公開しましたよというわけでして、すぐ笑ってこれね、なんで起こったかと言いますと、撮影監督の、シェーン、ハールバットさんが本番中にもかかわらずセット内の自分の視界に入ったと、うん、まあ、役者さん主役かね、うん、そしたら、このクソ野郎セットから出ていけ、ごめん悪かったって言ったら、悪かったじゃない1秒でもいいから頭を使えよ、何やってんだプロじゃないのか、はいはい、まあそうぶち切れたと、うん、いうことでございますね。ブチ切れレズデンですよ、ハリウッド俳優。あのさ、演技中に、うん、例えばな、はい、まあ俺が見学で行ってるとすれば、見学とかなんだろう、はい、俺が人が演技してる前で、例えば俺がスマホ触ってた気になるやろ。うんうんうん。どっから気になるの？これだから、もしあのこのラジオ聞いてる人で、うん、なんか役者になりたいとか興味あるとか、役者を目指してる人とか、まあ現役の人もいるとは思うんですけど、うん、俺結構あの気になったのって、うん、あの役者さんがそのお芝居してる時に、うん、
視界に入るなって言われるんですよ。はいはいはい。要はだから携帯触ってようが触ってないが、このクリスチャン・ベルが横切っただけでこう視界に、本来演技してる時って、うん、もちろんスタッフさんってすごい数の人たちがいる前でカメラに向かって失敗とかするんですけど、うんうん、あのそれはまあ仕方ないとして、スタッフさんに関しては、はいはい、でも極力その集中力を満たすようなことはしちゃいけないっていう、こう暗黙のルールがあるんですよ、うん、だからこのベルが起こったのは、その必要のないところで、要は邪魔されたっていうところで起こった、まあ、神経質なところもあると思いますけど、うん、あ、目線に入ったってことか、視界に入るってことは。目線に入っちゃいけないんですよ。これはね、その、カメラの横におるんはええけど、うん、そうそうそう、必要である、まあ、うん、横向いて演技してるときに、その先に、なんでお前がおんねんって言われて、そうそうそう、これはね、あのね、みんな気をつけた方がいいなって思って、うんうんうん、怒る人は本当にいますからね。まあな、まあ、うん、怒られますよ。逆に気合入ってる感じもするもんな。あとよく、まあ、別の話で言われるのは、うん、あのスタッフもキャストもカメラの前を横切るとすごい怒られます。ああ、それはあのオンエアというか、回してようが回して前だね、回してないが、そのカメラを置いて、うん、次のシーンをどういう角度で、画角っていうんですけど、どういう角度で撮るかとか、うん、どういう絵を撮るかをずっとセッティングしてるんですよ、うん、そこに横切ったらめちゃくちゃ怒られます。これはね、うん、あの気をつけなきゃいけない、まあ教えてくれないですけど、誰も。そうね、そう、自然と経験でみんな覚えていくんですけど、うん、そういうなんかルールって結構撮影現場って結構あって、うん、そういうのをやっぱ一個一個覚えていくのは結構大事ですね、うん、まあ、例えば音楽で言ったらさ、はいはい、あのリハーサルになったらマイクチェックっていうのをするわけ、うんうん、マイクチェックであの一番そのみんながやってまうし、はい、一番やったあかんことがね、はい、これがあのマイクを叩くことや、うん、トントンっつね、うん、チェックチェックみたいな。マイクチェックってマイクがつながってるかどうかのチェックじゃないね。はいはい。その人が最大どんな大きい音出すかっていうのと、聞こえ方とかですよね。その人の声質をチェックしてるわけ。はいはい。で、お前がトントンってやったら、お前が電源入ってるかどうかのチェックしてるやんけっていう話なんで。はい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 。で、そうなったらもう音響さんはものすごい怒る。はいはいはい。うん、別にそれで壊れたりはせえへんだけど。で、あの叩くなとかいう意味でもないね、はいはい、お前何のチェックかも分からんのにチェックすんなってなる。これ怒られたことあります、撮影現場で俺、うん、あ、そう、の時ピンマイクかな、うん、とかで、まあ、そうやで、うん、そう、なんか叩いたなんか叩いたことかな、うん、その時にお前それやめやんなよみたいなって言われて、うん、それでそういう理由を教えてくれたんですけど、うん、まあ、その時それ俺怒ったのが神奈川武っていう人なんですけどあ、そうだ神奈川さんにこれ教わったんです。あ、なるほどと。それだから歌のマイクとかも叩いたらあかんねんって教えてもらって、うん、ああありがとうございますみたいな。でも絶対してまうよ、人前出たら、うん、知らないとしちゃいますからね、うん、まだあーあー言うてる方がマシ、うん、テステスとかね、うん、どうですかっていう自分の声質とかを試したりです。これあの今思い出したんですけど、その撮影現場のなんか暗黙のルールみたいなのってこういうことだと思うんですけど、あの舞台であの俺一回伊藤麻子さんとはいはいはい、共演させてもらったときに、まだちょっと違う話したんですけど、舞台稽古中ですよ、稽古中に、うん、麻子さんがちょっとコミカルな舞台だったんですけど、はい、麻子さんがボケると言って、うん、まあ、笑いのシーンのときに、あの僕たまたま舞台上ってやっぱみんな動くから動きをつけたりもするんですけど、麻子さんがボケるタイミングで僕麻子さんの前を横切っちゃったんです。はいはいはい。動きを間違えたというか、うん、タイミング合わなくて、うん、その時にあのカットって言われて、演出にお前それあの芸人さんだったら殺されてんぞみたいなって言われてまあそれ初めてだったから、芸人さんとお芝居、うん、うわーすいません、本当すいませんっつって、あそこさんすいません謝ったら、あそこさん全然いいよいいよっつって、次から気をつけてねとか言われたんですけど、あ、そうなんだと思ってめっちゃ怖くてまあそれだけ言ったら伊藤麻子が芸人殺してるみたいだけどないやいや僕はだから芸人でもないから、あ、でもそうなんだと思って教えてもらって優しく、まあ、だから それぞれのこう、うん、役割と美味しいところだけは邪魔すんだよみたいな。そうそうそう、ね、それもすごい勉強になりました、あの若い時に、うん、俺一回さ昔バンドやってた時に、うん、あのまあ楽器隊も一応ちょっと分かりづらいけど、モニターっていうスピーカーがあって、お
ライブハウスとかライブ見に行ったらさ、外に出てる音あるやん。はいはい。まあ、いわゆるその曲というか歌というか。うんうん、はいはい。あのバランスと全くステージは違うわけよね。へえ、はいはい。だってドラムの人はまあそれはドラムの音が一番聞こえるやん。うんうんうん、確かに。で、お外に出てるバランスではないバランス で中に戻返してんねん。おはいはいはい。だギターの人はギターの音あんまいらんかったりするわけ。後ろから聞こえるから。うん、そうやったらボーカルと、うんうんうん、まあ、ボーカルとドラムが欲しいとか。うん。まあ、ちっちゃいライブハウスだったらドラムがいらんとか。ドラムしか聞こえへんから。うん、あれですよね、イヤモニみたいなことですか？イヤモニ。いや、あの、目の前にスピーカー置いてあるの。目の前とか横とかに。はいはいはい。あの、客用じゃないのが。うん。で、それをリハーサルの時に曲を何曲かやって、あの、PA さん、音響さんに、うん。あ、上手ギターですけど、下手のギターをちょっと下げて、ボーカルをもう少し大きく返してくださいとか、オーダーするわけ。おぉ、なるほど、はい。それぞれがね。うん。で、その時に、俺言って養成所育ちだから、はい。俺モニター基本的にいらんねんか、ちっちゃいライブハウスやったら。うんうんうん。別に、これが聞こえてようが、これが聞こえてまいが、うん。ちゃんと弾いてりゃ大丈夫やから。なるほど、はいはい。で、弾きにくいとこも別にそこまでないねん。はいはいはい。だけどその時のメンバーが、まあ、養成所でない子やってもうちょっと生きってる感じやって若くて、うんうん、かました感じで、うん、その子ベースやってんけど、はい、すいません PA さんちょっと僕のところにボーカルをちょっと今より下げてもらって、うん、で下手のギターをちょい上げ で、うん、で自分のベースをの、まあ、イコライザーっていうのがあるんだけどイコライジングで、何デシベル何デシベルをちょっと下げてくださいって言った時に、うん、あの音響さんが、うん、リハやから音響さんもマイク使ってるけど、うん、あ、分かりました、あのちなみに今何も返してませんって言った恥ずかしいな、それ恥ずかしいです。だから演者側は謙虚になるのかね、リハの時はほんまに裏方さんに。これはあるあるですね。裏方さんでもないな、技術さん、うんうんうん、向こうの道具使ってるわけやからな、こっちは。はいはいはい、確かに。せめて今何帰ってますかとか聞かなあかんねん、まず。なるほどね、そうです、ね、それだけで、おこいつ、ええやつやなってなる。なるほどね。面白いな。ちょっとコーヒー持っていったりね。はいはいはい。いいっすね、気遣いですね、もういやり。そうやね、100円であれやからな、好感度ってぐんぐん上がるから。あ、誰もせえへんの、ほんま。アホや。ああ、確かに。まあ、そんな中。そんな中？まだまだありますよ。まだまだあるんですか？こちら。今度は日本版でございます。小泉孝太郎がある役者、俳優にブチギレ。なぜ？はい。これもまあ、最新のあれではないのかな。これ有名な話ですよ。多分何回も話してると思うんですけど。うん、小泉孝太郎さん。ね、小泉純一郎、はい、長男でございますね、弟さんは大臣でございますかね、が、桜井有吉ザ恋夜会夜会、うん、夜会で、過去にある役者に俳優に対して現場で激怒したと、うん、内容はといいますと、まあ、幼馴染みたいに育った上地雄介さん、はいはい、あの地元も一緒でね、うん、仲良く育ったんですけど、あるね、派遣の品格というね、ドラマ2007年放映された時にこの2人が共演しましたと。で、上地くん、コーチン、上地くんからね、コーチン、これ孝太郎さんのことですね、コーチンよかったらガム食べないって。でガム出そうとしたらあの指パッチンのおもちゃやったと。ありますよね、はいはい。でやめろやみたいな感じだった。でそしてその後、手持ちサイズのゲームを持ち込み、まあ、ゲームボーイみたいな感じかな、ちょっとここが分からへんねんと思って、だって言われて、小泉孝太郎さんが、コーチンがね、A ボタンを押したらビリビリとこう電流が走る。ありますね。よくあるやつね。はい、そしたらもう上地さんも大爆笑で、うん、これ加藤愛さんも大泉洋さんもみんな引っかかったわっつったら、お前これみんなにやってんのかと、コーチンがブチ切れて、お前現場を遊ぶとこじゃねえんだよ、声を荒げたと。いうところでございますけどもね、これね、先週聞いていただいた方、はい、分かると思います。おその、
ガム渡すシーンをね、あの君の膵臓を食べたいでもやってた上地君はマジでやってたんかいと。だからあれあれよ、その小栗旬はガムもらわんでよかったわ、絶対バッチン言ってたよ。やってましたもん、ね、だからあんな執拗にやってくるんだよ。ああ、やりがちなんでしょうね、上地君はガムを。こんなつながり方ある？あ、俺全然考えずにこの記事気になっちゃった。いや、孝太郎さん、僕もドラマでちょっと一緒で、そんなね、あの仲良くとまでは言えないですけど、すごい穏やかな方で、いつもニコニコしてるんですよ。だってもう育ち最強やろ、あのまんまのヒーロー。親父総理大臣でさ、うん、でそっから役者になるって結構根性いるやん。すごいですよね、そのほんまに好きじゃないと、うん、で一族すごいもんね、うん、であの大吾さんも一緒やけどさ、歌手の、うんうん、そうなったらスーパー謙虚で行くしかもうなくなるやん。やっぱり育ちなんすかね、あの正しい、いやし、そう見られ方ちゃう。あー確かに、うん、そこを気にするんやったらもう謙虚にする一択やんか。うん、で心の底からずっと謙虚してたら勝手にいい人になるやん、ほんまに。うんうんうん、だそのコーチンがさ、もう、はい、上地に、うん、ぶち切れてるわけですから。だから逆にこれやっぱ本当に幼馴染というか親友なんだなっていうエピソードでもありますけどね。うん、そうよね。テレビで笑えるって。みんなにやってることに切れてるわけやから。だから逆にこうね、身内みたいな感覚でお前、うん、皆さんに迷惑かけんなみたいなね、お兄ちゃん的な感じなんですよね、うん、2人の感じ。13年前やからさ、まあ言ったら上地さんが売れ出したぐらいや、うん、そうですね、ドラマも調子乗るなよみたいなのもあるんやろな、うんうん、お前ヘラヘラそんなんやってたらあかんぞみたいな、うん、僕タイプ的にどっちかっつったらあの上地くんのタイプなんで、うん、あの盛り上げようと思って、うん、あの失敗をするみたいなことが、まあ、ないわけではないから、うん、すごい怖いですね。気をつけようと、空気をちゃんと察しないといけないっていう。いや面白いな。まあそして最後のニュース、まあこちらニュースというかね、あの YouTube のあれなんですけども、デイリー新潮から、激高ビートたけし恫喝、おい刀出せってことですね。ちょっとこれ見ていきましょうかね。音声入ってないかな。音声流せるとか、音声流せもいいんじゃないですか。これラジオ上は聞こえないのかな、音声は。止めますね。ラジオ上には聞こえへんのかな。はい。まあそれはちょっとデイリー新潮、激高ビートたけしので、検索してもらえばいいですけど、調べていただいて、ね、あのこれあのいわゆるオフィスギターの分裂問題の時、はいはいはい、ありましたね、にあの森前社長と話し合いがあった時の、うん、音声データらしいけど、はい、あったんですねこんなの。刀出せこの野郎は、あかんやろ。お前ほんまに座頭市じゃないかって。でみんながちょっとやめてやめてって、本当にやめてみたいな声が入ってるのも面白いですよね。狭いところでそんな刀振り回しちゃダメだよっていうと直前。本当ですね。刀が本であるんかいともなるし、うん、よくわかんないよこれ、どんな事務所だよって。もうマジのアウトレイジの事務所やから、そうなった。本当にこんなに軍団いたのかっていうね。いや恐ろしいわ。だからこうね、もう俺はこれがもうやっぱりこう芸能人というかその恫喝、うん、系はもうこれ、うん、毎回俺これ定期的に見てんねん、この動画というか音声。かっこよすぎひん。いいことじゃないと思うけど、刀出せこの野郎やで、ね、かっこいいと思うかどうかですよそんなもの。なんで刀があんねん。刀がないと刀出せって言わんから。そうです、はい、切ったことあるやつしか言わないやつでしょ。ダメだよ。本当に気をつけてください皆さん。この辺は、まあ、要するに座頭市
誰がやるかっていうこと、まあ、こう同活できるような人がやった方がいいんじゃないかなとは思うね。本当にそういう話あいつあるから多分せえへんもんね。しないしない。穏やかな、可愛らしい。おっぱいも見せてくれへんし。うん。というわけで、来週を何見ましょうかというわけでございますね。全然収まりよくないけど。なんで、ザトイツにちゃんと戻したやんか、俺は。そうですね。確かに。俺だけの力で。はい。そうですね。本当に逆で。うん。恐ろしいな。洋画ですね。洋画を見たいですね。みたいでございますね、はい。ボヘミアン・ラブソティでもいいねんけど、うん、何回も見たな。また俺ばっかり喋ってまう感じになりそうやな。本当になっちゃう。あ、うん、運び屋みたいな。クリント・イーストウッドですよ。ああ、はいはいはい。俺クリント・イーストウッド大好きよ。運び屋見れてないんだよな。俺も見てないまだ。はい。いや本当にこのラジオ聞いてる人いたら本当にそろそろ気づいたと思うんですけど、大阪、うん、お前映画全然見てねえなってバレると思うんですけど見てないんですね。いや行きましょう。クリント・イーストウッド、うん、いやクリント・イーストウッド本当にかっこいい、うん、これって、はい、出てんのよね。これで引退、この前の、グラントリノ、グラントリーノで引退って言ってたんですよ。って言ってたよな。うん、言ってた後にこれ撮ってる。ああ、そう。撮ってるのかな、その後。うん、グラントリーノは、ね、すごい名作ですから。グラントリーノはね、あのベトナム戦争のこと頭入れてたらもう1000倍面白いからな。ああ、そうですね。はいはい。それでは来週は運び屋クリント・イーストウッド、どんな内容かと言いますと、家族と別れ、孤独で金もない彼に、事業、差し押さえの危機が迫っていた、そんなある時、仕事が、舞い込むと。車を運転すればいいだけのわけもない話だった。ただそれが、メキシコのマイカルテルの運び屋だった。さあどうなるでしょうかというわけで、いや楽しみ。来週はクリント・イーストウッド運び屋で、いいです。釘付けということでね。何の釘ですか。いや今週から聞き出した人はこう毎週これ言うてんのかなって錯覚するやろ。はい、うん。厚盛り感じでなります。言いたかったね。じゃあ来週からもやっていきましょうか。というわけでエンディングでございますよ。というわけで、いやなんかあれですか、舞台のお稽古をしてみたりとか。そうなんです。それが、あ、実はですね、そんな舞台やる稽古やってるなんて話してたんですけど、それがなんとですね、はい、中止になりましてですね。全部、はい、5月の18日から23日で東京でやるはずだった舞台が、はい、緊急事態宣言東京では延長ということですね。はい、休止という決定になりました。はい、延期でもない。延期、今のところ延期とも言う、うん、まあ、言わなくていいかなっていう、うん、やりたいなとは言ってる状況で、ね、うん、できなくなりましたというね、本当に2週間ぐらい暇になりまして、はい、大変でございます、本当に。ぽっかりと。何をしてんの、その暇な役者は。暇な役者。バイトしてんじゃないですか、みんな。ほらほら、暇なさ、作曲家、はい、ミュージシャンはさ、はい、何してんの？練習とかできるやん。うんうん、うん。とか、そのストックを作るとか。うん。でも役者さんってそういうことじゃないやん。そうですね、ストック増やす。だからある意味ね、映画を見たり、お芝居で、ね、まあ、できるんで、うん、そういう意味ではストックをインプットしてるっていう時間にはもちろんありますけど。あとはメンテナンスに行ったりとかってこと？そうですね。そういう感じで。まあな、こう、ラジオやからね、なかなか伝わりにくいけど、もう、保坂直樹も、いくつですか ?35?6 ですね。36? 年男。はい。俺は3日後38ですよ。あら、めでたいですね。もう、二人とも、ハゲまくりやからな。出会った時に比べると。出てないと思いますけどね、ラジオだから。でも、出会った時に比べると、もう、ハゲまくってるやんか。本当にお互い、ズル向けですよ。本当に。一人分ぐらい、ハゲてるやん、二人合わせて。どういうことですか。もう一人の髪の毛いけるぐらいあるやん。抜けた分が。松文字さんぐらいってことですか。松文字さんとか、もう一人俺らぐらいの毛量の人ができるぐらい抜けてるやん。そんな抜けてない。だとしたら。抜けてんねん、これが。出てんすか。ただごとじゃないですね。うん、それは。いや、だからこうね、いろいろこうメンテナンスというか。はい。
まあ、サッカーなんかな、別にハゲようが太ろうが関係ないねんけど、まあ、俺の場合サッカーあるからちょっと体を作ったりはするけど、うん、役者さんの場合な、ハゲたらハゲたでハゲの役もあるねんけど、はいはい、変わってきますよ、仕事のあれ。ふさふさの役はもうこうへんというか、ふさふさの役は来てもわけわからんもんな。はい、なんで俺に頼んだってなります一番難しい演技になるもんな。というわけでね、その、はい、メンテナンスじゃないですけども、はいはい、今週からね、なんと私37歳、うん、金田たけし、初の教習所に通っておりますよ。あれ、免許持ってなかったんでしたっけ、ついたの。免許持ってなかったね。あ、マジっすか。うん、取ったこともなかった、あ、じゃあ、ここ37年間ずっと無免許で運転してたってことでよろしいですか。まあ、乗車してたな。あ、そうでしょうね、運転できないから。どうも、ほんま、舘ひろし、免許がない、状態でございます。反抗してくれ。はい。はい、それ字で言ってるんですね。それ字で言ってる。反抗してもらってるんですね。言おうと思って、毎回。終わったら、授業が。先生に、反抗してくれ。あれ、あれな、授業行くやんか。今、まあ、コロナやから、一席一人、二人掛け、三人掛けの、はいはい。うん。机でも一人ずつなんやけど、うん。誰も、前に座らんな。あれなんなん？寝たらバレるからでしょ。とかさ、まあ、その、恥ずかしい的なこと。だから、あ、そうですよ。だから、大学とかの授業とも同じ現象起きますよ。当てられるみたいなこと？うん。だってあんなもんさ、金払ってんねんから、はい。早いって、うん。早終わりたいや。うん。終わりたいというか、その教習期間、うんうんうん、早く身につけたいやん。はいはい、はい。行ってる期間、行ってる時ね、その授業を受けてる時は、なんぼ恥かいてもええやん。だって、早終わらせてないから。うんうん、うん。なんでそこの恥かく度を下げて、うん、学習力が上がる可能性を放棄すんねんって思う。うん、めっちゃもったいないな、こいつら。すっごい真面目。俺、オリエンテーションで4回ぐらい質問したの、俺だけ。正論でしかないけど、オリエンテーションで質問してるやつ俺会ったことないです、教習所で。すごいっすね、めちゃくちゃ真面目やん。だってあれやん、実際そのなんかこう、なんていうタイムカード的な、今言った QR コードとかやけど、うん、あれとかでようわからんままほっといてさ、はい、あ、今日無理ですねって言われたらめっちゃもったないやん。はいはいはい、確かに。だからそこのおっさんに聞いた方が早いやん。はいはいはい、質問ある人って言うてんねんから、はい、言ったろうみたいな。何を質問するんですか、なんか。ああ、まあまあ、いろいろやな。なんか、今ほらさ、道路交通法がいろいろ改法されたりするから、先生が持ってる教科書と俺らに配られてる教科書が違ったりする、ちょっとだけ。最新のね、うん、ちょっと今変わってるよみたいなのがある。はい、で、そこがどう違うかを俺が言うてた。うんうん、先生、何行目のどこそこの文章がこう違うわみたいな。おお、すごい、委員長っていうあだ名をつけられてますよね、皇室。委員長、今日も質問してきたで、みたいな。ただ、俺、一番前におるから、そのどんな顔して後ろのやつが見てるか知らんって。すごい、いや、なんか、素晴らしいですね。みんな大事っすよ。もったいないの使い方を間違ってんのよ。うんうんうん、あ、でも積極的にいかな、早終わらんから。あれですか、クリステルを間違ってるんですか、もったいないの使い方。どこと東京オリンピックの、おもてなしだ、ごめんなさい。このざっくりカットしてください。何今、ここだけ逆に映像使っていう。なんでだよ。何クリステル。東京オリンピックを誘致するときの竹谷クリステルのおもてなしと、うん、もったいない運動っていう国連とかで流行った、うん、食品ロスなくしましょうみたいな女性活動家のやつが混ざったんです。え、それは何、その、小泉家とかけてんの？かけたんですけど、小泉家が強すぎて、全然違う人のネタだったって、ネタじゃないんですけど。いや、だって、孝太郎の弟の嫁やろ？そうです、そうです。そこちゃんと意識してかけた？ほんまに。そこは、それで浮かんだのはあるんですけど。でも、言葉のチョイスがちゃうかって。チョイス
もったいない運動あったじゃないですか。全然ピンときてへんの俺。思いつって考えないで言っちゃったの。それあれで、はい、伊藤麻子さんがもうブチ切れてるで、せっかく俺今いいボケ思いついてた。はい、それで出されへんわ。ああ、もうそれはもうまたやってしまったってことです。はい、これは反省だな。これは1週間引きずるよ。まあ、引きずった上で、はい、ただ来週は運びやって。そうですね、リセットしよう。まあ、いろいろね、考えながら、いろいろ調べながら見てみて、先に見るのもよし、そしてこのラジオを聞いてから見るのもよしと。はい、そうですね。いうような感じでございます。というわけで、こんな感じです。はい、こんな感じでした。小坂直樹と田中武のプライム雑談でございました。ありがとうございました。また来週。反抗してくれよ。